フレッチャー・ノートン、ウィリアム・ビーチー作初代グラントリー男爵、フレッチャー・ノートンは、グレート・ブリテン王国の法律家、政治家。1756年から1782年まで、庶民院議員を務め、1770年から1780年には、庶民院議長を務めた。退任後の1782年、グラントリー男爵に除された。 グラントリー出身のトマス・ノートンと妻・エリザベスの長男として1716年6月23日にグラントリーで生まれた。1734年11月14日にミドルテンプル入りを果たし、1739年7月6日に法廷弁護士免許を取得した。その後の数年間はホームに不活発だったが、やがて開業して多くの収入を得るようになり、 長年の間北部巡回裁判区を主導し、大座裁判所で活動した。1754年、直線弁護士に選ばれた。1754年イギリス総選挙では、アップルビー選挙区で出馬して敗れたが、選挙が無効とされたため、1756年3月の再選挙で当選した。1761年イギリス総選挙で、ビガン選挙区に倉替えして、当選。 1762年1月25日にナイトに上され、ランカスター王権白領の法務次官に任命された。1762年10月20日、オックスフォード大学の民法学博士を授与され、1763年のミカエル学期には法務次官としてジョン・ウィルクスへの追訴を担当したが、サージョン・ラッシュアウトは、追訴がノートン自らが起こしたものであり、 その背景に選挙があることを指摘した。いずれにしても、ノートンは1763年12月16日に法務長官に就任した。1764年2月に一般逮捕状を違法とする法案が討議されたとき、もし私が裁判官だったら、この法案を酔っ払った文番によるものと同じように扱うだろうと発言して、物議を醸した。 同年11月に記録長官のトマス・クラークが死去したとき、公認にノートンを任命する話が持ち上がったが、大法官のノーティントン伯爵に否決された地議へとなった。1765年4月に貴族院で第5代バイロン男爵をウィリアム・チャーワース殺害の容疑で起訴したが、7月にはロッキンガム公爵内閣の成立により罷免された。 1768年イギリス総選挙では、ギリコード選挙区で立候補して、当選、以降助釈まで、同選挙区で当選し続けた。1769年2月1日、ウィルクスツイソの県における、マンスフィールド断爵の行動を、弁護、19日に、南トレント巡回裁判官に任命され、3月22日に、数密顧問官に任命された。 1769年5月のミドルセックス選挙区の補選をめぐるウィルクスとラットレル。今日では、ラットレル今日の当選を宣言するアーニアに賛成、ジョージ・グレンビルと論争を繰り広げた。1770年1月22日、ノース日の推薦で、ジョンカストの公認として、庶民院議長に当選。得票数では、ホイック党の候補より116票、多かった。 2月16日、議会で、サー・ウィリアム・メレディスと激しく抗論、庶民委員秘書ジョン・ハットセルが議事録から、ノートンの発言を削除するよう命じたが、ノートンの発言を批判する動議が長く、白熱した討議を経て、ようやく否決された。1771年3月25日、庶民委員議長として、ブラス・クロスビーを、ロンドン島を送りにする令状に署名した。 1772年王室婚姻法をめぐる、庶民院委員会での審議では、王権別死罪として、刑罰を定めるよう主張した。1774年2月11日、ジョン・ホーントークによる、ノートンが庶民委員議長として、不公正に行動したと主張した手紙を討議に持ち出し、全会一致で、手紙が名誉毀損であると議決した。1774年イギリス総選挙の後、 11月29日に議会が開会すると、全会一致で議長に再選された。1777年5月7日、王室秘増額の法案が審議されるとき、国王常時賛成に対し、法案が国王陛下ができる限りの支出をはるかに超える王室費を与えると発言して、物議を醸し、一部では批判されたが、14日に、 ロンドンの名誉市民権を与えられるなどの指示があったため、この時は乗り越えた。ただし、名誉市民権を与えた記録は見つかっていないという。その後も1780年のエドマンドバークの法案など王室費をめぐる争いが続き、ついに、ジョージ3世が、ノートンが再選すべきでないと態度を明らかにするようになり、ノース教内閣の閣僚も、ノートンの健康の悪化を口実に、 彼を推薦しなかった。その結果、1780年イギリス総選挙の後の10月31日に議会が開会すると、チャールズ・ウル・フランコ・オンウォールが203票で議長に当選、ノートンは134票で落選した。11月20日、ノートンへの感謝決議が136票対96票で可決された。1781年12月12日、 対アメリカ戦争を終結させるサージェームズ・ラウザーの決議に賛成する演説をして、1782年3月8日には、ジョン・キャベン・ディッシュ教の内閣不信任決議案に賛成した。1782年4月9日、マーケンフィールドのグラントリー男爵に助され、16日に貴族委院入りを果たした。除尺の背景には、 ロッキンガム公爵とシェルバーン伯爵の製造があったとされ、シェルバーン伯爵が、ロッキンガム公爵の知らないところで、ジョン・ガニングの助爵を働きかけて成功したため、ロッキンガム公爵が、ノートンの助爵を要求したという。このことは、ロッキンガム公爵の性的だった、ノートンの転向を意味したが、彼が貴族院の弁論に参加することは少なく、1783年の、 チャールズ・ジェームズ・フォックスの東インド外社法案に反対、1784年のショーピットの東インド外社法案に賛成したことが知られているだけである。1784年3月5日に貿易と国外プランテーションに関する数密委員会の一員に任命され、1786年8月23日に委員会が再設立された時もその一員に任命された。 1788年3月19日に東インド宣言法案の第三読会に反対した時が議会における最後の演説であり、翌1789年1月1日にリンカーンズ・ウィン・フィールズの自宅で死去した。英国人名辞典はノートンを原則のなく庶民議長には適さない人物と国評ホレス・ウォル・ポールもノートンを批判した。 ナサニエル・ラク・ソウルはノートンが庶民委員議長として攻撃的で軽率であったと評した。1741年5月21日にグレース・チャプルと結婚5男二女を設けた。ありがとうございます。